非常に嬉しそうな今のはハサミ選手のところですね。そうですね、4冠達成の握手が交わされていました。そしてこれは第5位の藤田です。藤田選手も今日は頑張りましたね。そうですね、そして第6位中島悟選手、旧タイプで第6位入賞、非常に立派です。立派です。本当にね、この選手もあのしぶとい選手ですね。本当ですね、旧タイプのマシン、新鋭のマシン802、それから、トールマンを相手にしての第6位ですからね。そうなんです。そのトールマン、高橋邦光選手、キャリアをいたわりながら完走第7位でフィニッシュしています。これもね、初陣ですからね、はい、立派ですよ。そうですね、しかもね、予選のタイムがいいタイム出しましたからね、やはりベテランの高橋邦光選手ならではというところかもわかりません、はい、さてサービスラップを終わりまして、各選手が戻ってまいりました。見事グランプリ2連覇いたしました星野和義選手、星野選手が今グランドスタンド前に戻ってまいりました。そしてこれが第2位のサックエル選手です。若干19歳、よく頑張りました。しかし星野選手があまりにも早いだけにタイムを縮めることができませんでした。その差を縮めることができませんでした。そしてカーナンバー11番、見事4冠王達成の長谷見正弘選手です。では優勝の星野選手にインタビューをしていただきましょう。おめでとうございます。一言以上どうか。嬉しいですね。これでグランプリ5勝ですね。今日はスタート、会心のスタート切れたんですか。ちょっと出足遅れたんだけどね、1コーナーまでちょっと無理して、最高の気分ですか。マジだ。いやもう星野選手が涙ぐんでインタビューにならないという感じですね。こんなにね、彼がね感激したの見たの初めてですね、はい、いやもうとにかくね、この1年間非常に悔しい思いをしてきた、それが最後にまあ実って爆発した、まあ、その気持ち分かりますね、はい、7万4000人のお客さんを満足させた今日のレースを、それでは堤さん公表してください。なんといってもね、やはりハイライトの一人がこの星野選手ですよ。もう本当にね、意地で走ったという、もう根性一筋ですね、よく頑張りました。それからあとはまあこのサックエル選手ですけどね、さすがにこのまあこういう外人勢っていうのは、このパッと来てもよく走るなと大変感心してますね。やっぱり F1 で培われているそのスピード感っていうのが立派だと思いますね。それから長谷見選手、4冠王というのはですね、これはもう大変な偉業でしてね、やはり彼の秘めたるファイトというのがまあここに実ったんじゃないでしょうかね。そしてまあ中島選手、もうこの選手もね、あの792というまあ旧タイプでよく頑張って、まあ、結局上位入賞してるわけですからね、立派です、はい、から藤田選手、まあ、この選手もね、あのスピンにもかかわらず、まあ、根性で走り抜けた、まあ、ハイスピードコーナー速いですからね、それとまあ忘れられるのはこの国さんですね、はい、高橋国光選手、この選手もね、まあ、ニューマシン、ニュータイヤ、これをうまくね、ごまかしながら、騙しながら最後まで持たせた、しかもやはりあの予選の中時にはもうベストラップに入るようないいタイム出してるんですからね、立派だと思いますね。そうですね、非常にね見応えがあったレースでした。そういう数々の名場面を残しました。優勝の星野選手には一眼レフの朝日光学からペンタックスオートワンテン、それから2位3位のサックエル長谷見両選手にもそれぞれ副賞が贈られました。それではレース結果をご覧いただきたいと思います。鈴鹿サーキットの公式掲示はオメガのタイムレコーダークォーツで計測しておりますが、星野の優勝タイムからご覧いただきましょう。1時間6分37秒01以下ご覧の通りでございます。さてシリーズの最終ポイントの方も決定しております。長谷見選手が67点で1980年の鈴鹿 F2 シリーズチャンピオンに輝いています。中島選手逆転なりませんでした。それでは勝者の星野選手、4冠達成の長谷見選手の喜びのインタビューをお聞きいただきましょう。星野さん、長谷見さん、おめでとうございました。どうもありがとう。どうも。あの星野さんは涙もろい方ですか。いや、誰しもそのずっとスランプ状態が続いてね、はい、優勝してないで、まあ、こういった大きいイベントで優勝できたんで、その涙もろいっていうより、やっぱその感激せざるを得ないみたいね。とにかく不調だったから、はい、その来年にそのつなげるために、はいはい、あのまあ、踏み出すのにあのちょうどいいあれになったしね、記念になったしね、まあ、チャンピオンはもう長谷見さんがもう 100% 決まってたしね、
意識してないんで、とにかく優勝の方が意識してたんで、なんか昼もサンドイッチ2つくらいしか食べられないんだよね。なんかプレッシャーが強くてね、その辺ちょっともうちょっと大物になりたいね。浅見さんどうですか、サインだったんですけども。そうですね、前ちょっとなんか僕の車ちょっとコーナー遅くてね、ちょっと前の2台追いついていけなかったんだけどね。全部これで決まったっていう感じはありましたでしょ。まあこれでもう全部 F2、なんかもうさっぱりしたみたい1年間終わったって感じですか。そうね、本当におめでとうございました、はい、どうもありがとうございました。新旧マーチの対決で始まりました1980年鈴鹿 F2 シリーズ。今シーズンはまず旧タイプマーチ792の中島が2連勝して幕を開けました。その後マーチ802が徐々に実力を発揮してまいりまして3連勝、大いにその盛り上げを見せてくれたわけでございます。夢はさらに来年につながってまいります。来年は話題のダルトホンダが国内のレースに登場してまいります。中島悟のドライブが予想されています。それから現在までの情報によりますと、星野が所属しておりますヒーローズレーシングではトールマン、それからスピードスターではマーチ812を購入予定ということですから、マーチ802、それに加えまして812という最新鋭のマーチ、さらにはトールマン、ダルトホンダと最高最強のマシンが鈴鹿に勢ぞろいして、ますます興味尽きない鈴鹿 F2 シリーズのレースが期待できそうでございます。それでは来年の鈴鹿 F2 シリーズどうぞお楽しみに。サーキットで鍛えられた高性能ラジアルとホイールポテンザ、 Come on, Racing Spirit. レーシングスピリットを語れる人と車のために、ブリヂストン。市民さんしっかりし、あらだすまん、最後のパン食ってしまったの、実はあれ俺なんや。えあ、市民さん、振るだけであったかい霧灰の使い捨てガイロ頼もしい。何それがあったのか。100円。あいやいやいや、シャシャシャ霧灰。サントネジュ、サントネジュ、ルル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 ルサントネージュワイン甲州、口当たりの爽やかな飲みやすいワインです。サントネージュ。一人で登るんですから、もう緊張とイライラの連続なんです。まあ、そんな時僕はグルミとガムを噛むんです。落ち着きますよね。ロッテグルミとガム、ガムはやっぱりロッテです。ロッテ独自のマイクログラインド製法でさらに滑らか。ロッテマイルド、まろやかアッププレゼント実施中。この番組はブリヂストンタイヤ、オメガとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。